セルティック古橋強豪旗手レオ前田博史井出口洋介最新ニュース前田大然がリーカップ決勝進出に導くスコットランドリグカップ準決勝セルティック対キルマーの区が現地時間14日にハムデンパークで行わたこの試合ではサッカー日本代表フォワード前田大然ゴールを決めて勝利に大きく貢献している。シーズンの海外サッカーはDAZNフォードコモでいつでもどこも簡単視聴18分セルティックはペナルティリア右手前でフリーキックを得るとアーロン・ムーイがルマへアウトスイングのクロスを入れる。かしこのクロスはセルティックの選手にゴーズ相手フォワードがコナーキックに逃げようとくりしたが至近距離にいた前田に当たってその真ゴールに吸い込まれた。ボールが当たったに前田をびっくりした様子を見せておりキー形で先制点をゲットした。後半には古橋5のスルーパスに抜け出してこの日2点目をめたかに思われたがこれは古橋の戻りオフ井戸を取られてしまいノーゴールにだがキックは後半アディショナルタイムにしを決める追加点を奪い 2-0 でキルマーノック下して決勝進出を決めた。次ページ動画前田。鹿のラッキーゴールがこれだ。関連記事。